州。そして若隆景敗れて3勝1敗となりました。明日は豊昇龍です。エディオアリーナ大阪で行われていますアベマ大相撲3月場所4日目、今日も残すところあとわずかです。クライマックスに向けて完全生中継でお送りしております。今日の解説若野城さんとお送りしております。改めてよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ4日目の土俵、注目の力士が土俵に上がってきました。阿炎と明生です。アビ、生まれ変わったアビは西関脇まで番付を上げてきました。新関脇です。初日こそ阿武咲に敗れましたが、2日目玉鷲を突き出し、昨日は霧馬山を押し倒し、変わらず自分の相撲を取っています。今日は明生戦、まあ、アビは初日敗れてどうかなと思ったんですが、はい、昨日とされる非常にいい相撲でした。そうですね、まあ、ここのところ本当に人が変わったように強くなりましたね、うん、そうですね、まあ、良さは何といっても突っ張りなんですが、はい、立ち合い当たった瞬間にもう手が相手に届いて感じしますよね。そうですね、しっかり踏み込めてるんですよね。それで前に手を出してるので、やっぱり、まあ、相手としてはなかなかその長い手が伸びてくるのを、はい、受け止めるのは大変ですよね。大変ですね。まあ、阿炎とは対戦はないんですけど、はい、まあ、師匠のね、寺尾さん、はい、寺尾さんとやったことあるんですけど、手が伸びてくるんですけど、はい、結構痛いですよ。痛いんですね。痛いです。結構早くドンってきます。あ、そうなんですね。はい、胸に、はい、だから寺尾さんはもっとこう体が軽いので、はい、そこまで重い感じがいう感じですよね、はい、なのでその重いので、多分阿炎はもっと重いんだと思います、うん、なるほど、体重があるので。そうですね、一回それを受けてからじゃないと相撲取れないのでですね、どうしても、はい、やっぱりこっちからでいくと、やっぱり立ち合いを思いっきり相手の何て言うんですか、相手の一番長く手を伸ばして一番いい力が出るポイントよりもなるべく押し込ませないような状況で立ち合い立っていってましたけどね、うんうん、はい、まあ、初日の、阿武咲がその、まあ、阿炎戦手を伸ばさせないように踏み込んでいってました、はい、あんな形の相撲がいいということですね。私はそういうふうな気持ちでやってましたけど、やっぱりでも早いんですよ。早いんですね。いや本当に、ね、皆さんね、見ててポンと来てるぐらいの蝶っていう感じで違うんですよ。それはちょっと想像していませんでしたが、まさかそんな痛くて重いとは、はい、まあ、その師匠よりは40キロぐらい重たい阿炎ですから、さぞかしその突きが重いと思われます、はい、まあ、動きのいい明生は過去阿炎戦、まあ、これ3勝3敗ということで五分なんですが、明生には動きがあります。まあ、阿炎にそこまで突っ張らせないようにという踏み込みですか、うん、そうですね、先に明生は飛び込んでいきたいですね、うん、さあ軍配かります。連勝を伸ばせるか阿炎、ここまで2勝1敗です。飛び込んでいく、左が入った、小手投げ、阿炎3連勝です。うまく飛び込んだように見えた明生ですが、阿炎が体を開いての小手投げでした。今日はもう阿炎狙ってましたね。ほうほう、もう明生やりづらいんだと思いますよ、思いっきり来るので。なんでやっぱりちょっとそういう、まあ、フェイントではないですけどね、少し、はい、突っ込んできたところをですね、手を手繰ってというか、そうですね、まあ、突っ張りは不発に終わったんですが、はい、すぐさま、はい、まあ、反応も早いですね。そうですね、うん、いや明生としては入りましたけど、そうですね、ちょっとね体がもう開いてしまったのでですね、もう少しこう腰を突き
相手にね密着できれば、はい、小手投げが効かないんですけどね、はい、まあ、そのあたりがこう阿炎の、まあ、手足の長さといいますか、そうですね、はい、懐の深さが生きた形になりました。阿炎小手投げで勝って3勝1敗、明日は隆の勝、明生1勝3敗で明日は貴景勝です。小手投げ痛そうですね、うん。